一人目の育児っていうのが大変だと思うの、うん、初めてだし、うん、そのホルモンの変化で自分の情緒なんだこれっていうのを味わうのも、うん、やっぱ一人目の時にびっくりする人が多いと思うので、しかもそれをロサンゼルスで子育てが始まって、うん、どういう風にこう過ごしてたのか聞いていいですか？普通やけど本当。え、普通っていうか、いや、それもめちゃくちゃ大変やったけど。うん。どうなの？日本からお母様がこう来てくれたりとかは。それはなかった。でも、その時のお母さんの提案がすごいあれで、うん、まあ、お母さんが行っても、その飛行機代だけで10万円ぐらいかかるやん、みたいな。うん、で、しかも結構、うちのその、だから私のおばあちゃんもいたし、お母さん、まあ、見てるっていうかさ、一応家にいるし、犬めっちゃ大きいラブがいるんやけど、それもお母さんがほぼさ毎日やってるから、やっぱ家開けられへん、うん、でちょっと忙しいんだお母さんが、うん、そうそうそう、それもあるしって言って、お手伝いさんみたいな感じで、その、うん、そういう人がおるんやったら探しみたいな、あー知ったみたいな、そう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 、っていうか、なんかまあそうで、その家のことをやってもらう、自分はその子供を見る、なるほど、うん、だからご飯と洗濯とか1日2時間か3時間かをお願いしたんよ。だから夕方の4時とか5時とかぐらいから、まあ、6時7時とかぐらいまでを毎日来てもらって1ヶ月間、そう、それでそのまあ晩ご飯作るがメインなんやけど、なるほど、うん、お洗濯とか、まあ、時間があったらお洗濯頼んだりとか、掃除機バーッとかけてもらったりとか、そのちょっと、まあ、できることを2時間とかでやってもらうみたいな。なんか海外っぽいですね。そうかな、そう、あ、まあ、そうか、そう言われたらそうかも、うん、なんか向こうの人は結構赤ちゃんを、うん、お母さんとか他の人に全然こう、うん、てもらったり、まあ、お家のことをこう家庭のものでやってもらう、うん、やってもらう、まあ、結構なんかこう普通なのかなっていう、こっちのね日本のお母さんみたいな、あ、まあ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 確かに、やらないとみたいな、うん、人はなんか感覚が少ないのかなって思ってたんだけど、うんうん、あ、そんなサービスを利用したんだ、うん、そう、それもだからお願いして、見つけてみたいな、で、まあ、もう生まれそうな予定日とかを言っといて、だからこの辺でお願いすると思いますっていう風に伝えて、で来てもらって、だから1週間分とかこう冷蔵庫にさいっぱい食材を詰めといて、でその人にも毎日好きなように作ってもらうみたいな感じでご飯とかを作ってもらってた。それがだからほんまにその時間ちょっとやっぱりやちょっとホッとするっていうか、夕方やっと子供寝た、ちょっと寝かけた時に自分も一緒にちょっと休憩して寝たりとかっていう風に、いいね、いいね、そのやっぱ産後の1ヶ月検診までというか、その1ヶ月ぐらいの新生児育児がやっぱりこうバタバタするというか、自分の体も痛いし、うん、ね、なんか大変な時だと思うんだけど、そういうやり方をして、あ、いいですね、そう、だからそれはほんまに助かったし、お母さんありがとうって思った。なるほどなるほど、うん、まあ、ロスじゃなくてもなんか海外で、うん、ちょっと自分の母親にお手伝い頼みたい、うん、お母さんもまだ仕事してるし忙しいかなみたいな人は、うん、まあ、その現地でそういうサービスを見つけるっていうのもすごくいいね、うん、ありありと思う。なんかさっきちらっとね、うん、聞いたこう日本人コミュニティじゃないけど、うんうん、日本人サポートみたいな、うん、ものっていうのも利用して、どういうふうに利用したの、うん、それはなんか国によってね、うん、私のとこもこう産後を結構サポートしてくれる区なんですけど、あ、そうなんや、あ、そのなんか地域によるってことか、そう、なんか地方自治体によって、うんうん、例えばうちの区やったらなんかこう子育て無料券みたいなものを何万円分からもらえて、産後のお母さん、うん、まあ、おむつ買ったりとかいろいろこう子育てサロン、そういうヨガとかに行ったりとかで、あ、いいもらえたりとか、お出かけ広場っていうのが開放されてて、うん、そこは2歳までのお子さん持つ、まあ、マタニティー家のお母さんとか無料で来ていいよみたいな広場があったりとか、 あるんですよね。あ、でもなんかちょっとだからそういう感じかも、なんかこう会議室っていうか、 なんか病院のそれをやってたのは会議室みたいなところをちょっと借りて、うんうん、でその週に1回かな、その何曜日の何時みたいな感じで、その母乳育児を、まあ、推進してる人たちみたいな、でもなんかそこにだからその生まれてきてる人もいるし、赤ちゃんを連れて、
でその生まれる前の妊婦さんも来てるから、その実際生まれて今どういう状況とか今悩んでる話とかをしてくれるから、あそういうことがあるんやとかさ、このコミュニティがあることはあるんだね、うんうん、そう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 、そういうのがあって、うん、うんうんうん、だからなんかそう普通やったら病院でやってくれるその生まれてからの、まあ、お風呂の入れ方とかなんかそういうの教えてくれるやつあるよね、はい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 、そういうのをやってる日本人の人がいたりとかして、ありがたい、うん、でそれをまあそこで見つけたから、なんかとりあえずなんか不安解消したいから行きたいみたいな感じで、そうそうそう、それで最初も行って、うんうんうん、でまあお風呂の入れ方を教えてもらったりとか、その夫婦間のなんていうの話っていうか、なんか書いなんていうね、聞かれて書いてみて交換して読んだりとか、なんかそういうちょっとやってくれるのがあって、それに参加したりしてて、うん、でその流れでその人がそれやってるからそっちも行ってみたいな、そのなんか結構こうつながってる感じで、それがあると安心よね、一応ね、やっぱ何も知らんからさ、それこそ言ったらなんか、うん、何卵クラブひよこクラブぐらいしか知らんやん情報を得るのは、まあそれはもちろん友達とかが近くで産んでれば聞けるけど、うん、不安と戦いながら出産を迎えるみたいな感じやったかな、うん、うん、成田さんの育児は日本だったと思うんだけど、うんうん、はどういう状況だったの？はもうほんまに実家で、お母さんもいて、まあ、お父さんが仕事にも行ってるけど、ほんまに実家 で上の子がだから2歳もう3歳前ぐらいだ、2歳10ヶ月とかかな、そうだからまあね、一人でやっぱ病院行ってる間も待っといてもらわなあかんけど、まあ、おじいちゃんおばあちゃんのサポートありでなんとか一人でも寝てそう上の子をまあ見てもらってて、なんか上の子が4歳ぐらいだから、うん、まだ幼稚園とか行ってなかったよね、うん、そう行ってない、うん、まあ、だから日本に帰って埋めるっていう、その年の差のあれもあるよね、うん、それがなんかやっぱ上の子のことを考えて日本で産んだ、上の子をそれこそ見てくれる人がいたら多分こっちで産んでたんやけど、うんうん、もうそれお母さん絶対行かへんねって言われてるから、あんまそうやんなっていうので、うん、でもこの状況でやっぱ旦那さん働きに行かなあかんから、それこそまあシッターさんとか雇えばいいんやろうけど、うん、でやっぱお金もそれこそ安くないし、うん、っていう状況でやっぱ全部やっぱ上の子のことを考えたり全部を考えた結果、やっぱ日本で産もうっていうのがもうポッてもうすぐ結構決まった、うん、ちょっと楽できる気持ち的にも ね、うんうん、入れたかなっていうところだね、うん、私がさ、うん、やっぱり年を4、5個、5個ぐらい空いてるのよ2人目、うんうん、そうすると私やっぱ1人目里帰り出産した時にめっちゃ楽だったから、うん、里帰りもっかいって思ったけど、うん、やっぱ上の子の幼稚園がそれこそね始まってる、もう始まってるからね動かれへん、15でやっぱ送迎をしないといけない、うん、ね、まあ、これが例えばお兄ちゃん、うん、お姉ちゃんが小学生だとやっぱり小学校を休ませてまで里帰りは厳しい、ね、ね、そっかそっか、そうやね、2人目どこで産もうとか年の差どのぐらいにしようとか悩んでる人は、うん、多分こういうことも現実的に起きるよっていうのは、うん、そうやね、空きすぎたで、あのまあ楽に手かからないけどあの里帰りはなかなかこう難しいね、ただ遠い子は難しいかなっていうところだね、うん、前はそれもそれであるな、本当やな、そうそうそう、帰れないよね、うん、帰られへん、ね、東京で2人目産むんかっていうのはちょっとドキドキ、うん、まあ、ロスも海外ほどの緊張感ではないと思うけど、自分のホームじゃないので、うん、っていう不安はねやっぱあるよね、うんうんうん、こう子育てがそうやって始まっていく中で一緒に遊んだりとか悩み相談と、うん、なんかそういう相談できる相手だったり場所っていうのはあったりする、うん、なんかそれもやっぱその妊婦のそういうのに行った時と か妊婦さんが行けるヨガとかその頃あったりとかして、でそこでパッと、まあ、1回だけのクラスで会った人が今度自分のその産婦人科のアポイントメントに行った時にいて、あれみたいな、この間いませんでしたって言って喋りかけた人がそのまま仲良くなって、うんうん、そうで生まれる時期も似てるからっていうので仲良くなって、だからすごいその人に助けられたっていうのはある、その知り合った人で、うん、頼もしい人がね一人でもいるとね、そう、それこそそこは2人目やったからまたちょっと余裕も違うというか、
ちょっとね、気持ちの優位、うん、気持ち的にね、そう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 、だからなんか私は逆にその車に乗せて一人でどっか行くとかがやっぱ泣くから、めっちゃ泣くから、もうカーシートで泣かれた時のさ精神状態ってやばい、やもう事故るんちゃうかぐらいの勢いでさ、ハラ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 何もできひんし、でもロスは結構車社会やから、やっぱ車に乗せてお出かけするが当たり前やから余計ね。しかないから、だからもう逆にほんまに出れずにいたんよ。なんか出て泣かれる方が辛すぎて。そう、でもその人がうちまでやったらほら10分、15分、まあ、15分ぐらいの距離だったかな、車で。うちまでおいでよみたいな感じでこう出してくれた感があって、で別にその時間も別に遅れてもいいし気にせんでいいよみたいなさ、なんかいい人誰なんかその遅れるってなったら慌てるから余計わーってなるけど、なんかそんな気にせんでいいから、もう例えば寝かせて乗せてきてもいいよみたいな感じで言ってくれたりとか、そういうちょっとお姉さんみたいな人に出会えたからすごい助けられたし、人がいたね、ほんまに助けでもいい人がいるんだね、ほんまにそうかも、結局やっぱ人にそうやってめっちゃ助けられてやっぱできたっていうかね、ここまで来た感は今でもやけどあるだね、うん、なんかさそういう話聞いたらさちょっと脱線するかもしれんけど、あの、うん、魔女の宅急便のさ、うん、キキさんがさ、一人暮らししてなんかみたいな、独り立ちしてなんかみたいなんで、うん、街行った時におそのさんが出てくるやん、うんうん、おそのさんってなるやん、もう住む場所もなんかこう、うん、仕事もいろいろ与えてくれる人が現れて、うんうん、なんていい人なんだおそのさん本当にっていう感じをしてくれたり、うん、なんかああいう本当おそのさんみたいな人がね、実はこう海外行くのってドキドキするけどなんか現れるよね、うんうん、いい人がいるんだよね、ある、うん、に助けられてるって思う毎回、なんか子供の時はさ、うん、やっぱりこう空飛べてるあのキキちゃんのさ、やっぱほうきまたがってとかを真似するやんか、うん、やっぱ、うん、今そうかい空飛べるのジジかわいいとかさ、やけど、うん、大人になってから見たらあのお父さんとのお別れのシーンとかさ、もうちょっと待ってる。でもさ、私多分さ、すごい今までの人生を見て自分のな、はい、見返すやん、見返すやん。その時に絶対魔女の宅急便が勝手に自分に入ってたと思う時があるんよ。うん、そのアクターズのなんかオーディション受けるやん、受けたんよな。そのあの、うん、ほらあの頃受けてたっつって。そうですね、結構うちのチャンネルのゲストさんは本当にアクターズが大好きな人が多くて、そうそう、世代的にその時期やん、時代的にさ、で、ね、同い年の人たちがこんななんか勢いでやってるんやと思ったら、ってなって、でもそこでなんか落とされるんやけど、行きたすぎて沖縄行ったもん15の時、そうなん、そう、中学校だ、中学校卒業して15から20歳までずっと沖縄にいた、15からアクターズにだからずっといたよ5年間か、沖縄アクターズにいたの、そう、え、みんなの憧れ沖縄アクターズにいた人いたねずっとイエーイってやってイエーイってだからこのキャラなんだそうかもしれへん、日向って沖縄アクターズ出身やったん知らなかった、次回は急遽ダンサールーツ編を深掘っていきたいと思います、ぜひお楽しみに、ほな。